カナウツギは、バラかこごめうつギ族の落葉低木。樹形は高さ2.5メートルに達し、幹は群がって、株立ちになる。若い枝は、赤褐色を帯び、細く、無毛。古い枝は、肺褐色になる。葉は互生し、形は三角状甲卵形。先端は、お上に伸びて尖り、基部は心形になり、養身は、 長さ5から11センチメートル、幅3.5から7センチメートルになる。葉の表面は無毛で、裏面の葉脈状と脈脇に難毛が生え、縁は血骨状の栄巨子になる。傭兵は長さ12から17ミリメートルになる。大型の卓葉があり、長卵形で先は尖り、長さ10から12ミリメートルになり、縁には巨子がある。下記は5から6月。 今年枝の先端、または溶液から過剰軸を伸ばし、長さ4から10センチメートルになる塩水過剰を作り、計5ミリメートルの白色の五弁花を多数咲かせる。学列片は卵状三角形で5個、花弁は長さ2ミリメートルで5個。湯水は約20個あり、長さ0.5ミリメートル、滴水は1個で、果中は長さ1.2ミリメートル。 果実は長さ2.5ミ、mm、リメートルの大円状の袋花となり2から3個の種子が入る。日本固有種。本州の関東地方から中部地方にかけた太平洋側、特に富士、箱根山地に多く、日本海側の新潟県、秋田県にもわずかに分布し、山地の林園に生育する。ありがとうございます。